よろしくお願いします。じゃあ、えっと、ちょっと共有させてもらいます。はい。えー、っと、LEG 名の、あの、一野と言います。えっと、今回、あの、時間いただいたのはですね、えっと、実は LEG 名の方でですね、あのー、また2月の11日に、えっと、キックオフイベントっていうことでイベントさせてもらうのに、まあ、その相談者の人たちから、あのー、それぞれちょっと実践を紹介してもらおうっていうことで、あのー、させてもらいました。えー、私の方からはですね、えっと、共有ノートで作ろう、ミオイのグルメマップっていうことで、共有ノートの 実践紹介の方を軽くさせてもらうかなと思います。じゃあ、えっと、もう早速なんですが、えっと、共有ノートの活用で、まあ、授業での活用とか、まあ,あ、るんですが、自分は行事での活用とか、えっと、総合的な学習での活用の方を、えー、結構、あの、使ったりしています。えっと、たくさんある中でですね、えー、今回は、こんな風に、あの、放送委員とか、キャリア学習とか、人魚フォーラムの資料作りとかっていうのもあるんですが、ちょっと、あの、行事での活用の中での合唱コンクールでの活用の紹介を少しさせてもらい かなかで、えー、っと、どんな内容かと言いますとですね、えー、っと、クラス全体でちょっと共有ノートを作ってですね、えー、こんな形で、あの、もう、例えば、各、えー、パートごとの、えー、ウェブカードを貼っておいたりだとか、えー、っと、アンケートのその毎日の、えー、っと、感想を書くような、えー、シートを用意しておいたりとか、例えば、えー、っと、リハとかがあったときはその動画を貼り付けたり、えー、もう、携帯のその音声録画で、えー、っと、音声を取っておいてそこに貼り付けたりとかすることによって、 えー、ずっと。 これが、あの、いつでも誰でも見れるような状態にしていました。で、休み時間に自分たちの歌を聴き直す生徒だったりだとか、まあ、放課後帰った後にコメントを書き、書いてくれる生徒だったりだとか、えっと、シームレスな、あ個別最適な学びが、あの、共有ノーで実現できたかなというふうに思います。えっと、イベント当日ではもっといろんな実践の発表もするんですが、まあ、実際に共同制作の体験っていうことで、えー、三重のグルメマップを作ろうっていうふうな形で、こんなふうに、あの、自分たちでちょっとお気に入りの店などを、あの あのこう作りながら。 貼り付けていくっていう風な作業を実際にみんなで体験しようかなと思います。ちょっとふざけた内容かなと思うんですが、例えば、えっと、実践では地域の防災マップ作りだったり、えっと、学校の中での、えー、バリアはどこかな、バリアフリーにするにはどうすればいいかなっていうようなところにも、えっと、発展的に使えるような、まあ、遊びながらイメージを膨らませることができるような、えー、ものになってるかなと思いますので、えっと、それを使いながらやり,かやりたいなと思います。自分からは、えー、これで、えー、発表を、事例発表を終わります。えー、次、えっと久田先生、藤原先生、 先生、すいませんがよろしくお願いします。お願いします、はい。はい、お願いします。では画面共有させていただきます。はい、それではよろしくお願いします。藤原先生と久田です。はい、伊勢志律美子の小学校で勤務している2人が、えー、と今回、えー、リ,アリアルイベントでお話しさせていただく内容は、えー、いろいろ提出箱、学校単位、学級単位ということで提出箱の活用について話させてもらいます。 提出箱、皆さん使っていると思いますが、提出箱、提出するだけと思っていませんか提出箱には他にもいろんな使い方があるんですというのを当日は紹介させてもらいます、えー。提出箱には提出の中にも成長型、完結型であったり、いろんな使い方がありますが、配布、それから掲示板、そして保存などいろんな使い方があります。こういったのを実際のところでは全て説明をしながら、実際に 様子を見てもらうって形になりますが、今日はその中でも予定について一つ紹介させてもらいます、えー。私たちが勤務している自治体ではタブレット原則持ち帰りと本年度からなりました。子どもたちの思いとしまして、めっちゃ重たくて家で使わないのに持ち帰り大変という声が出てきました。そこでロイドで予定を見れるようにということで学校内で統一して実施をしております。 送るで送信をした結果、カードが飛び出さず、気づかないという事例が発生します。届いたかどうか確認しないと分からないということで、提出箱を掲示板として活用しています。こんな形で、ここを見ればその日の予定が見れるよっていうのを毎日先生が入れるという形で見ると、子どもたちはそこを見れば予定が分かるということで、飛び出しているかどうか確認しなくても資料箱を、提出箱を見ながら確認できます。子どもたちからは、 書き忘れがなくなって忘れ物が減ったという声が出ました。そして、その予定を書いている時間を学習に当てられるというのもプラスの点で子どもたちから出てます。先生たちは写真などで持ち物が説明できるので、視覚的に情報が伝えられて忘れ物を減らし、そしてお家の方からは書き忘れがなくて翌日の内容も家で分かって安心、さらに家計の負担も減る、200日授業があるとして、 1>, 1冊110円が、まあ、年間で3.5冊と考えると、1人当たり2310円ほど節約になるのかなというところで、家計の負担が減ります。そういった形の説明であったり、実際に校内でのどのように進めていったかといった普及の話などもさせてもらうので、LEG、うん・ミエでのイベント、ぜひ藤原と久良のところ、来てください。よろししくお願いします次は、えー、佐々木先生と小先生生と田に ラボパスします。お願いします。はい、よろしくお願いします。それではえっと画面の方を共有させていただきます。あ、画面の方映ってますか。はい、大丈夫です。はい。それではえっと土立西川岡小学校の佐々木と申します。えっと自分と駒田先生はシンキングツールについてお話しさせていただきます。 えまず自分の方なんですけれども、えー、校内研修や、えー、小学校高学年、あるいは中高生を対象にしたメディアリテラシー教育に活用できそうな実践についてお話しさせていただこうと思っています。えっと、タブレットの活用の方法についての、えっと、実践なんですけれども、まずはじめにウェビングを使ってタブレットを使ってできることを書き出していきます。次にカードの色を変えていきます。主語が児童のものをピンクに、主語が教員のものを水色にしていきます。 最後にシン,ンシンキングツールをベンズに切り替えてタブレットを使う上でメリットになるカードを左側デメリットになるカードを右側それからどちらにもなり得るなというカードは真ん中に配置していきますこんな感じですね最後にこれを提出箱に提出してえっとそれぞれが作ったベンズを見ながらタブレットの活用について話し合います タブレットの活用について考えながら、えっと、同時にシンキングツールの使い方も学べる一粒で二度おいしい実践になっているので、ぜひ皆さんも研修会や授業の中で使ってみてください。当日は実際にこの実践を体験していただくのと合わせて、えっと、自分の方からは6年生の社会科、歴史学習におけるシンキングツールの活用についてお話しさせていただく予定です。それでは続いて駒田先生、よろしくお願いします。はい。 では画面共有させていただいてよろしいでしょうか。失礼します。見えてますかいろいろの画面が。はい。それではお話しします。はい。皆様、積雪状況、どうでしたでしょうか。えっ、ー、と、三重県津市では11センチ積もりました。結構珍しいっていう感じなんですけれども、そんな列島う大寒波の中、LEG2A スペシャル回、ご覧くださりありがとうございます。えー、津市立北立正小学校の駒田武史と申します。よろしくお願いします。 先ほど佐々木先生の方からもお話ししていただいたように、2月11日当日の時には、私たちの方で校内研修や、それから授業改善のあたりのことについて話をしたいなと思っています。えっと、授業で使うことはあるかなとは思うんですけども、研修会とかで使っていらっしゃいますでしょうか。うちの学校は職員会議もいろいろ、それから全体研修会もいろいろ。 いいう感じでささせてててもらっていますさてこの3つの機能を掛け合わせていくということが結構大事になってくるのかなと思っておりまして、1つはもう分かりますかね、これ。もう1個はこれからもう1個はこれという感じです。何でしょう、えー、この3つ掛け合わせしてデジタル校内研修をうちの学校では実現しています。正解はこちら、えー、共有ノート、資料箱、提出箱、この3つを組み合わせでやっています。やはり授業中に先生たちがよく使う機能でもあるし、あのやっぱり授業だけではなく内外で使えた方がいいなということで、えーと、全部の先生方、全職員 に事務員さんも含め、給食さんたちも含め、全員の先生方にいろいろ触ってもらいたいっていう思いがあるので、これをえっとみんなで使えるようにあえてこの3つの機能を使っています。では実際にどんな風に使っているかご紹介します。実際の画面はこんな感じです。えっ、ー、と共有ノートにこんな風にえっ、ー、とまずは教室のような感じで、えー、こう。 先生方一人一人が、えー、今日の研修を受けてどうだったかっていうのを書けるようにします。実際の授業の番書がこちら。近くの掲示がこちら。それから、前回までの研修がどんなんだったのかっていうのがこういうふうに書いてあったり、本校の校内研修がどうだったのかっていうのが残してあったりします。それから、先ほど佐々木先生からもシンキングツールの話がありましたけど、なかなかツールの切り替えっていうのができないっていう先生方が見えると思うんですけど、北西小学校ではこういう感じで全員が使えるようにあえて作っています。えっと、ちょっと画像がぼかしてありますけれども、 えと教室の授業風景なんかもこうやって取っておくと、1つ、すべてがいろいろノートで判決できるので、デジタル化しています。 それから、なかなかアナログっていうのも大事かなっていうのは考えていて、学校としてだんだんデジタライゼーションできたらなっていうのを思っています。廊下掲示なんですけど、児童が触れるところをこんなの作って、子供たちがこう直していくのがあったりだとか、校長室の前にこんな風に貼ってあって、あえて、例えば今日ベン図使おうと思ったころ外してあの、紙媒体で印刷してっていうようなこが誰でもできるようにしたり、子供たちも目に触れるようにしていたりします。職員室の中はこんな感じで、いろいろに関するようなもの、思考ツールに関するようなものが掲示してあったり、研修 の学びがいつでもたどれるようになってたり、色々のオンライン研修会が何があるよ。とか、逗子県三重県どんなあのものを出してもらってるかっていう書類、なんか研修に関係するものをこうやってかけたりしています。では、えっ、ー、とこんな風にして実践を通して感じたことなんですけども、やっぱり子まだ一人の取り組みじゃなくて、この取り組みを研修部の取り組みとして、そして学校の取り組みとして広げていくっていうみんなを巻き込んでいくってことが大事なのかなっていう風うに思っています。 なので、2月11日なんですけども、ご参加いただけたら、こちらのテンプレートをプレゼントしたいなと思っています。イベントを参加できない方も、まだまだ連絡いただけたら、お渡ししたいなと思っていましてあの、メンションください。そしたらできますので、よろしくお願いします。また、あの北瀬小学校ですけど、1日前の2月10日にオンライン研修会をします。柿本さんにも来ていただいて、学習会もしますので、もしよければご参加ください。こんなふうにテンプレート作ってありますので、もしよければ、また。 来ていただけたらなと思います。以上です。では、パトンパスします。よろしくお願いします。はい。ごめん私ですか?。7番目。私かな。あ、以上先生、次どなたですか?。あ、岩島先生、お願いでますか?。あ、佐先生、ごめんなさい。じゃ、自分からでいいですか?。はい。お願いします。じゃ、お願いします。画面は大丈夫でしょうか?。 OK、ですかありがとうございます。はい、では、えっ、ー、と、今回のイベントに登壇させていただきます、えっ、ー、と、岐阜県で LED、岐阜のリーダーをしています、岩島です。ちょうど2回前のロイロ TV の方でもお話をさせてもらったので、そのことをちょっと思い出していただきながらお話ができればと思ってます。参加しなかった方も簡単に伝わるようにと思ってます。よいしょえっ、ー、と、前回、 11日にいろいろ TV でお話をして、いろんなご意見をいただいたりとか、自分で改めて、えー、といろんなことを考えました。で、えっ、ー、と、今回、算数数学でということですので、えっ、ー、と、大きくは一番上にある二つ、えっ、ー、と、課題解決型学習の作り方と、また、そこの課題解決型学習っていうのがどんなものかっていうのを、 一緒に参加していただいた方と,、えー、と説明をしながらさらに一緒に取り組むことができたらいいなってことを思ってます。で、えっ、ー、と、アメリカでの算数プロジェクトなんかも上の課題解決型学習につながっていきますので、アメリカの方が興味を持ってくださっている今どんな形で動いてるなんていうのもちょっと事例として紹介できればと思ってます。で、えっ、ー、と、こういったことを元にして、 えっと、今のところ考えているところなんですけど、左上にある課題解決型学習の自分のイメージについて、初めにお話をさせてもらって、えっ、ー、と、今ちょっと体験については、そこの参加者のところで、初めにアンケートを取ってやっていこうかなと思ってるんですけど、まあ、本当に普段の授業で使える、えっ、ー、と、ロイドスクラッチでしたりとか、 ステップ解説の使った作文なんかを一緒に体験する、もしくは共有ノートを活用したヒント、質問コーナーを実際に一緒にやっていただいて、あの、いろんなことを共有、交流できたらな、ということを思っています。あの、いろんなパターンで準備はしていこうと思っていますので、そこの場でのアンケート等を活用して、皆さんと一緒に素敵な時間が過ごせたらと思っています。よろしくお願いします。 ありがとうございます。次はどうなったですかねはい。では、おぎそがいきますはい。ありがとうございます。じゃあ、共有します。見えてますでしょうかよろしいですかねはい。えっ、ー、と、僕の方からはオリジナルマークを作ろうということで、えー、ちょっとロろいろに別のアプリから図形なんかを取り込んでみると、そういう基本的なところから、じゃあ、それを使ってそこに隠れた、えー 移動ですね。対象移動とか、平行移動とかあると思いますけども、そういうものをちょっと分類してもらって、移動について確認をしてから、えじゃあオリジナルのマークを作ってみましょう、みたいな、こういう流れでやってみたいと思います。で教科横断型っていうんですかね、図工とか美術とか数学とかがちょっと混ざったような感じで、実際美術の中でもこんなような授業があったりするそうです。 で、まあ、例えば、じゃあそれを、ちょっとクラゲチャート使って、どんな風にできたのか、みたいなことをみんなでやりながら、あーじゃあ、そこの中で得られた知識とか、方法とか、そういうスキルをみんなでまとめたりできたらいいなと思っております。こんな感じでよろしくお願いします。じゃあ、以上になります。じゃあ次、坂本先生ですかね。お願いします。 あ聞こえてますか共有しますね。えっ、ー、と、これでいいかな、はい、見えてますかあれ、聞こえてない声聞こえてますかバッチリ聞こえてます、ね。はい。よろしくお願いします。LG 京都シティの坂本です。えー、私は、あの、えあの、三重の方の。 講座ではタブレットでロイルを使い始めたばかりの超初心者向けっていうのをね、やってみたいと思ってます。で、えっ、ー、と、まあ、言ったら折り紙の折り方のような ICT 事業の超入門を中心にやりたいと思います。もうどんどん上の方のレベルのやつをやっていきたいっていう方もおられるかと思うんですけれども、一方でまだそこまでやれなくてロイルノート自体が使いこなせない。例えばこれ、うちの学校の情報処理室なんですけれども、えっ、ー、と、iMac 全部入ってるんですけども、一番最初に困ったのは何かって言ったら、 あの、電源どこだっていうところなんですよね。<laughs> いくら、あの、いいものがあっても使いこなす前に、どこを何したらいいのかっていうのは分からないと思うので、そういったところを紹介したいと思います。例えば、これなんですけども、学年全部で教室、5つの教室で出席を同時に取ってるところですけども、提出箱で出席取る。さっきもね、紹介されてましたけど、そういうやり方あります。それから、次ですけど、これは、あの、オンライン授業で、あの、学校にコロナ禍で来られなかった時ですけれども、こういった形で、ズームと合わせて、こういうふうにすれば、 とか教室にいなくててもでできますすよっていう、ね、内容ですでアンケートカードなんですけども、これは、エブシ領収なんですけども、自分の絵が火事になったとしたらどうしますかっていうことでアンケートを生徒たちで、再始助けに行くとか作品を運び出すとか、外に出て火事の絵を描くとか、焼け死ぬとかね、選択肢をいろいろ選んでくれたりしてる。えこういったあの形で、国語の授業のことも紹介したいなと思ってます。えさらに、これなんですけども、部活動でもやってるんですが、共有ノート、随分使わせていただいてます。で、今使っているのが2022 1>, 2年のね、12月え1月かにあった学園あの演劇の祭典なんですけどもその時には、これ、生徒が全部作ってます。共有ノート作っただけで、生徒たちが劇のための準備のものを全てやってるんです。で、もうほとんどが共有ノートなんです。一番最初に使ってるのは、2021年6月なんですけれども、最初に私が作ったのは、演劇部の顧問だけの共有ノートでしたで。顧問連絡とか準備がこれでできるというようなことで、ずっとやってるんで、こういった共有ノートの使い方、これは、あの、うちの学校のものなので、あの、 こ,ここでは開くことができないんですけども、あのリアルの講,講習会だからこそお見せすることができるかなと思ってます、えー。それからこれが提出箱ですけど、これ提出箱を毎日のようにやってるんですこれ部活動の時間なんです。でこれもちょっと暇今開けないですけどもあの、出欠がこれで分かるようになってるんです。で色、緑なら出席、黄色ならば遅刻とかで何時から行きますとか、赤だとごめんなさい、今日は何々の用事があってというコメント入りの欠席連絡が入ったりしてるっていうことがあります。まあ、リハーサルの日と静かとかね。 そういったものも決めたりしてますえ。それから次なんですけども、これは動画ですけど、これもロイロノートで作った動画です。声聞こえてるかなこんな形で、まあ、あの、ルビ付きの,あの動画カードを作るということもやったりしています。はい、次行きます。でえ、これなんですけれども、あ、なんか繋がってますね。え、これが、えっと、 五色百人一首、あ、ちょっと待って、戻っちゃっ五色百人一首ですけれども、こういうふうな形で自分が取りたいものを、あの、教室で、この中でも、あの、対戦ができるという版を作りました。実際、あの、参加者の方にも、これはね、使っていただいたり、これが教室バージョンなんですけど、これをもらっていただいたりしたいなと思ってます。で、さらに、えっと、ちょうどね、あの、トークラインっていう雑誌があるんですけれども、ここで、なんか、教室で百人一首っていうの紹介、これリアルなんですけれども、実際リアル会場でもあるので、それも元に、 こういったプレゼントも準備とりかして、えっ、ー、と、楽しい、楽しい。そして初心者が楽し、あの準備もできる。そういう折り紙の作り方みたいな内容で。やっていきたいと思ってます。以上です。ありがとうございます。次、はい、そしたら、最後、国良先生、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。画面共有しますね。いいよ。これか。ここか。ここか。ばっちりです。映ってんのか。映ってます。映ってる。 <laughs> えっと、今回はですね、シンキングツールと共有ノートのお話をしようと思っています。えー、ただ残念ながらですね、私はあのハイレベルの話はできませんので、えー、非常に単純なお話しかできません。許してください。えー、トロイロノートがこう世の中ですごくこう活用されていて、で、そう言ってる間になんかシンキングツールっていうのが出てきて、おーっと思ってると共有ノートっていうのが出てきて、なんとなくですね、 あの、その機能に、こう、うまく乗れないっていう方も多いんじゃないかなと思ってます。ここで今お話しされた先生方は本当に上手に使われているので、あの、全然問題ないんですけど、私のように難しい話ができない人間はですね、もしかしたら困ってる人もいるんじゃないかと思って、えー、今回はお話をしようと思います。えー、機能や使い方に事業を合わせようとしていませんかっていうことで、なんとなくこう、えー、 真似をしようとして無理やり感を感じて疲れてる方、ぜひですね、あの、お越しいただければと思ってます。えー、事業を見直す中で必要を感じながら積極的に使う方向を見つけましょうということで。あ、これ全然関係ないです。これ今日うちの家です。えー、ほぼほぼ80センチぐらい吹き溜まっております。はい。で、今日ですね、うち急にオンラインになったんですけど、これ共有ノートで、えー、白地図載せて、 で、子供たちに自分の家の周りをこう取材をさせてですね、乗っけてみました。これ実は動画なんですけど、場所がどこでどれぐらい積もっててっていうのを子供たちが従業コメント載せてお互いに見てるんですけど、これ見ても大してわかんないよねっていう話になって、じゃあ深さによってこう色に変えてみたらどうだろうっていうようなことをやると、そうか、やっぱ滋賀県の北の方って東の方って降るんだよねこれ赤がね、15センチ以上かな。 っていうのであって、黒がほとんど積もってねっていうやつなんですけど、こういうのを見て、同じ情報なはずなんだけど、パッと見てわかる情報と、すごいたくさんの情報とをこう区別するなんての今日オンライン授業でやって遊んでおりました。そんな遊びのことも含めながら、ここから先は随分昔のスライドになるんですけど、タブレットなんかがあると、全員が参加できることがすごく強みになるんですね。 で、例えばこのアリっていうねこ、これだと別に何も思わないんですよ。皆さんね、アリだなって思うんですけど、ちょっとこうなると随分不安になるんですね。うっすらと向こうにアリが見えておりますが、はい。じゃあアリって本当にみんな知ってんのと思ってうちの子たちに聞くと、えー、これ赤で囲ったやつは全部間違いです。はい。私、アリぐらいは知ってるだろうと思ってたんですけど、そうもいかないっていう現実を実はこのロイドの提出箱で知ることができました。これ皆さんご存知、メスシリンダーです。 ね、読めますよね、皆さんね。えー、当日はですね、えー、中一理科の密度の測定っていう単元を少し見直してみてですね、えー、こんなおなじみの器具を使いながらあ、実際に一緒にちょっとこう実習なんかをしながら、えー、楽しくやっていきたいなというふうに思っております。えー、お気楽にわちゃわちゃと一緒に楽しんでいただければというふうに思っております。どうぞよろしくお願いいたします。以上でございます。共有の、共有切るのにどこだ ごめんなさい、共有切りたいんだけどね。今、え、今、どこ行ったお、い、お、ああ、よっしゃ。これで切れたかなはい、ごめんなさい。なんと、時間守れてるじゃないですか。<laughs> はい、ありがとうございます。どうしましょう時間守れちゃいましたね。いや、ほんまに見えですか時間守れてるんでえぐないですか <laughs> ちょっと最後に、えー、っと、 すいません。あ、他にもですね、えー、っと、こんな感じで、えー、先ほど出てもらった人以外にも、あの、我らがとつくち先生だったりだとか、手ずのすけ先生が来てもらって、社会と英語の実践のことも発表してもらったりしますので、またぜひよければ、まだ少し人数がありますので、えー、ぜひよければ、あの、参加してもらえるとありがたいなと思います。これで以上になります。発表はありがとうございました。 はい、ありがとうございます。でですね、えっ、ー、と、はっきり言いましょう。今日は、今日皆さんが出た一番の理由は番宣です。はっきり言います。<laughs> 番宣です。で、今、チャットの方に、あの、皆さん、あ、市野先生、あの、QR って出せます、はい、イベントの。えっと、フォームのやつですかね。あ、多分ね、あ、じゃあ自分が出しちゃいますね。はい、僕出せますよ。僕出せますよ。出せませお願いします。はい。 あの2月、2月11日に、あの、三重県のリアルイベントになるんですけど、今登壇してくださった先生方がですね、あの、たくさん事例をお話ししてくださる、あの、そんなイベントが開催されます。で、あの、2月、今日はね、あの、1人2分で本当にフラッシュムービーみたいに皆さんに、 なんか皆さんの中で、あの、ここだけ2分でお話十分分かるところ出して、あ、先生、あの、お気持ち嬉しいんですけど、QR だけで止めてもらった方が助かります。QR, QR、えー、っと、ここですかです。はい、はい。で、あの、こちらの QR からですね、あの、申し込みいただけます。で、概要については今、あの、 チャットの方にも、えっ、ー、と、貼らせていただきましたし、えっ、ー、と、YouTube でご覧になる方は概要欄に、あの、こちらのサイトの方も載っけとこうかなって思うので、えっ、ー、と、この先生たちの話もっとじっくり聞きたいなって方は、ぜひ、えー、2月11日に、あの、三重県に来てください。なんか、主催の、あ、そうなんです。何気にね、みんな、パーカーとかもね、来たりしてるんですけど、最後にぜひ、一野先生からおすすめポイントとか、なんか、熱い一言お願いできればと思います。はい、えっと、LEG、 别。 1>, はですね、1年前にできて、えー、しとるんですけども、あのー、本当になんかいっぱいみんなの実践が夜遅くまでいろいろ喋りながらやってます。で、その中でこうなんか、あの、みんなに届けたいなとか、それこそ本当に困ってる人とか、あと今頑張ってる人たちに届けたいなっていう風な、あのー、ところで、えっと、発信している部分なので、本当にみんなで楽しく、あの、ワイワイゆるーく遊べたら嬉しいなと思いますので、それこそつながりも、あの、増えると思います。本当にあの、来ていただく方が すごい人たちばかりなので、あのー、僕もすごく楽しみにしているんですが、はいあのー、ぜひ、えっと、みんなで来てわちゃわちゃ楽しみたいなと思いますのでよろしくお願いします。 ありがとうございます。あの、LEG 見えすごく面白い LEG で、公立の先生がめちゃくちゃ多いんですよね。で多分、ギガスクール構想であの、公立の先生方増えてて、あの、私学じゃなくて、公立の普通の学校でどんな実践頑張ってるのかなって知りたい人も多いんじゃないかなと思います。で、iPad のところもあれば、Chromebook のところもあって、っていうことで、結構あの、端末のバリエーションも豊富なので、ぜひ皆さんのヒントがつかめるんじゃないかなって思うので、え遊びに来てください。